はい、おはようございます、クワです。本日台湾3日目、実質3日目、本当は2日目の朝です。今日は乃木坂46の台湾公演のライブがあるので、18時開演だったかなぐらいなので、そのぐらいには台北アリーナの方に向かうんですけども、それまでね、時間があるので観光とかをしていこうかなと思います。なんかお土産を買わなきゃいけなかったりもするので、会社のね、隣の人がうるさかったりするんですよ。お土産を見つつ台北101の方にも行ってみて、高いビルを見ようかなと思います。でまだ一つも小籠包を食べてないので、小籠包を食べたいと思います。では今もう11時前なんですけども、行動を開始したいと思います。とりあえず台北101の方に向かって、ディンタイフォンをね、本場なのでディンタイフォンの小籠包となんかエビチャーハンぐらいを食べていこうと思う。では行ってきます。はい、というわけで外に出てみました。今日もね、なかなかのどん天ですね。とりあえず台北なんちゃらかんちゃらに行きたいので、タワー雨降ってるし、雨が降ってたんで傘を取りにね、部屋に戻っております。昨日いろいろ行動しといてよかったなって感じで、今日は基本室内のはずなんで、いいでしょう。雨嫌いです。このウェンフーラインに乗ります。昨日乗った緑のやつは下っぽいですが、ウェンフーラインは上ですね。多分動物園方面に行くんで、逆側のホームか。こっからダイアンみたいなところまで行きます。そして赤い線に乗り換えます。淡水新いいライン、読めない、赤い線です。4番が台北101っぽい。なかなか人多いっすね。はい、というわけでとりあえずね、台北101、101に着きました。腹減ったんでとりあえず小籠包を探したいと思います。40分。名前様ですか？あ、じゃあ日本語。あ、日本語。日本語で話されてるのに英語で話してしまいました。恥ずかしい。注文は先に紙に書く方式なので書いてありました。相席が大丈夫だったので早く入れてもらいました。みんなで食べるよ。はい、エビチャーハンから来ましたね。最高かよ。小籠包の皮が破れたので新しいのをもう一個持ってきてくれるみたいです。エビシューマイ。小籠包の皮が破れたので、もう一個一つだけ追加で持ってきてもらいました。優しい。というわけで、リンタイフォン食べ終わって、お腹いっぱいでした。なので、ね、せっかく台北101まで来たんで、ちょっと展望台の方まで上がってみようと思います。なんかあれみたいですね。マレーシアのツインタワー的な感じっぽいです。今日は外あんまり見えないですね。600台湾ドル。なんか入る前にいろいろ説明があるみたいですね。この辺は興味ないんで、普段だったら多分混んでるんだろうけど、今日は人いないですね。89階の展望台、見えないわけじゃないけど、ギリ見えますね。
じで千葉ビーチから回ってきました。視界が悪かったんでだいぶね人も少なかったと思います。ここからちょっと電車に乗ってお土産を買いに行きたいと思います。というわけで台北101でした。サクッと見すぎて作品かなりうるせえな。はちみつカステラが有名なとこがあるっぽいんで会社の後輩に言われたんで買ってきます。あ、またこれみたいですね。一の県、これはなんか有名とか有名じゃないとか。結局カステラみたいなのを買い終わりました。でもちょっとなんか英語がね基本通じなくて、まあそれっぽいものは買えたんで良しとしましょう。あとはまあコンビニとか空港とかでちょくちょくお土産を買っていけばクリアかなと思ってます。ここから一旦ホテルに戻って乃木坂のねライブの方に向かいたいと思います。一旦ホテルに戻ってきました。今3時10分ぐらいなんですけど、まあ、4時とか4時半ぐらいまで休憩して6時からなんで、それまでね一旦ゆったりしようと思います。はい、というわけで再度出発です。乃木坂のライブに行っていきたいと思います。曇り空なんですけど雨は止んでだいぶ大丈夫なんで、乃木坂のライブを見て余力があったら別のねナイトマーケットにも行ってみようかなと思っております。まあこのまま雨が降らないことを祈って。今は南京付近なんで台北アリーナに行きます。意外と女性ファンが多い。物販ってないのかな。かなり売り切れてましたが、まあなんとかタオルだけは買えたんで良かったです。今回なんでクソ遠いとは思いますが、まあ見れるだけ良しとしましょう。本当アリーナが良かったですけど、ね、全然売り切れてました。というわけで入ってきました。なんか3階なんで遠いかと思ってたんですけど意外と距離感近いですね。もし三分車よりもし乗馬をし修理皆さん盛り上がる準備できてますか。声出す準備できてますか。推しのこと愛してますか。皆さんの愛楽しみにしてます。それではもう少々お待ちください。はい、という感じで今回のメインイベントですね、乃木坂のライブが終わりました。開演中以外はなんか撮っていいみたいなんで撮ってますけど、結構上の方ガラガラだったんだよね。なんか2階席まではかなり埋まってたんですけど、ガラガラはガラガラでした。上の方はアリーナとか全部埋まってたんでね、あれですけど、真夏さんとマッチョンの唐揚げ姉妹とかかなりいいのが聞けたような気がしてます。無事に乃木坂のライブ終了したので、こっからナイトマーケットの方に行っていきたいと思います。はい、というわけでゾンシャンステーションのエキジット5から出てナイトマーケットの方に向かいたいと思います。大体ナイトマーケットって毎日やってんの。あれ、唐揚げを食べてみてってすごい言われたんで、唐揚げと臭豆腐はねちょっと食べてみたいと思います。 300m 向こうにミングシャナイトマーケット、というわけで良い地でございます。ナイトマーケットです。昨日のとこよりなんかちょっと整備されてて綺麗めな感じが、道が広いのかな。せっかくなので臭豆腐食べてみようかなと思います。揚げてるすげえ臭いですけど臭豆腐買いました。とりあえず持ち切られないんであれなんですけどね、唐揚げみたいなの買ってみました。これめっちゃうまいわ。腹減ってるだけかな。スパイシーにするとか大きいとかちっちゃいとか聞かれて、ちっちゃくてスパイシーにしました。でも美味しい。とりあえず台湾ビールで乾杯しております。マジでうまい、最高だぜ。この唐揚げとビールがめっちゃ合う。そして問題の臭豆腐、こんな感じです。問題の臭豆腐です。辛いソースをつけてもらったからな、意外と食べれる。うん、悪くない、よくはない。でもビールには合うかも。もうやっぱりこっちの唐揚げが最高です。唐揚げマジでうまい。やばい、これ絶対買った方がいい。臭豆腐もスパイシーにしてもらったから食べれますね。スパイシーじゃなかったら
死んでました。臭豆腐が苦手な人はスパイシーにしてみるといいかもしれないです。で2杯目です。エビのなんかと一緒に食べたいんでエビのやつを買いに行きます。そして最高のエビです。これなんかなんかの動画で見た時からめちゃくちゃ食いたくて、やっと出会えて最高です。ロブスターとビールでいきます。やば、うまっ。いただきます。うん、チーズが強すぎてチーズ好きにはたまんないかもしれないけど、チーズあんま好きじゃないんでなんか想像は超えてこなかったです。でもビールには合うかな。人工的な色してんだよなこの卵みたいのが。ビールと合うわ。はい、というわけでロブスターとか日本の屋台感覚で食べてきました。結構もうこれだけでお腹いっぱいなんでね、もう夜ご飯はいらない感じです。滞在時間は短かったんですけど、食ってコンビニで酒買って飲んでみたいな充実した1時間ぐらいだった気がします。なんで今日はもうちょっと疲れたんでホテルに帰って終わりにしたいかなと思います。ではホテルへ向かいます。はい、というわけでですね、乃木坂のライブを終えナイトマーケットに行き、やって部屋に戻ってきました。あの弾丸で来たのはいいんですけど、もう腰とか足とか爆発しそうです。まあですね、乃木坂のライブはですね、なんかこう日本で見るより最高だったかなと。なんか海外独特の雰囲気みたいな感じもあるんだと思うんですけど、良かった。もうそれしか言えない。なのでぜひね、もしあの台湾とか上海とか、もし次の機会あったら絶対参加するし、なんか迷ってる方いたら絶対おすすめです。雰囲気も良かったし、なんか距離感もね、まあ、遠すぎずな感じが良かったんで、すごい良かったです。というわけで、もうあとは寝て起きて朝ごはん食べて空港に向かうって感じになると思うので、まあ、基本3日目、実質2日目は今日ここで終わりでございます。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。